エドワード・エンリケ・バルデスは、ドミニカ共和国、ペラビオ州出身のプロ野球選手。1999年、シンシナティレッズに、ドラフト外選手として、契約を結んだ。2003年、シンシナティレッズ参加のデートンドラゴンズに、マイナー昇格し19試合11勝3敗の、成績を残した。 2007年、ワシントンナショナルズ参加ハリスバーグセネタースに移籍し、終盤ナショナルズ昇格。同2007年12月21日フリーエージェントとなりコロラドロッキーズ参加タルサドリラーズに移籍した。2008年シーズン途中コロラドスプリングススカイソックスに昇格した。2009年、トミニカ国内アマチュアリーグでプレーした。秋から行われた。 ドミニカウィンターリーグ参加中に中日ドラゴンズ森重和ヘッドコーチの目に留まり中日ドラゴンズと契約した2010年は8試合に登板し1勝3敗の成績に留まり10月3日にディオニスセサルと共に来年度契約を結ばないことが発表され12日に自由契約公示された2011年は メキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズでプレーしている。最速時速140キロメートル台後半を記録するストレートはカットボールのような変化を伴う。変化球はスライダーを軸にカットボールチェンジアップなどを投げ分ける。中でもカットボールはバルカットと呼ばれ、かつて同じドミニカ出身のルイス・ポロニアのバットを折ったことが自慢。ありがとうございます。